皆さん、こんにちは。VTuber のキマイラです。ロシア語のユニット3だったっけ？3日目だから3が終わりました。はい。で、ロシア語のユニット3をしようと。ちょっとテキスト、ウクライナ語で、持ってて、資料作ってたやつは、文法の各項目を簡単に説明を現在形とか、ドイツ語の核で言いそう。低音に派とか、何々のとかを言ってるんだろうな、みたいな核の説明とか、あと、過去とか、完了あったっけ、未来とかそういう、いくつかの時制を説明して、日常会話を作ってる文法は大体説明してるんだろうなってのを、でも、ちょっと、1ページか2ページ、それぞれぐらいだろうなってものを持ってました。目次しかちょっと見てないんで、あと、最初の2、3ページ勉強したぐらいなので。文法ってそんなもんでいいと思ってるんですけど、文法説明の例文をちゃんと丸暗記しろ、みたいな感じの高校の時、授業あったんで、それはちょっと、私は、好きじゃなかったってか、寝てました。はい。聞いてませんでした。で、途中からも当たりもしなくなってましたっていう。はい。やっていきたいと思います。ウクライナ語と一緒ですよね、この。そう。そりゃ途中から区別つかなくなるよねっていう。だから、作ったものの、間違えて、ロシア語なのに、ウクライナ語、混ぜて作っちゃったのは、最初この辺まで習ったが、両方分かればいいかなくらいに思うと思います。もうこの単語3つともウクライナ語と一緒だったよねっていう。モイショップ。だからこのモイって書いてあったんですか。ショップ。ウクライナ語と混ぜないように、あるいは混ぜてもだ、今区別しながら覚えてくれるも、後で比べればいいかな。マラコ。マラコ。だからこの真ん中の O ぐらいが、ロシア語の方は、O でもあって読む。どんな時に読むか忘れたけど、O のことをあって読むことがあるって。それが、ウクライナ語の時はモロコだったのに、モラコ。マラコ。モラコに聞こえると。Yo。Yo。L。Yo。これは何だろう。マラコ。意味がわからないまま進む。マラコ。マラコ。Хлеб。若干、発音が違うのはわかります。Это хлеб. はい。だからこれね、音声教材なしで区別していくのは難しいな。すよ。あったっけ。イエム。あ、はい。いいとですね。イエム。Я ем сыр. Я ем сыр. Я ем хлеб. Я ем хлеб. これもね、なんかマイクとか嫌がらせがなければロゼッタストーンでロシア語の方は練習できるはずなんですが、あと、ドロップとか、
ンドリーか。モンドリーの両方も発音の練習できるやつだったっけな。ドロップは発音の練習はないけど単語覚えるだけだったかな。で、まあ、ドロップは両方あったんじゃないかな。ウクライナ語とロシア語と。Я ем хлеб。Мама ест сыр. Суп. И. Молоко. Борис ест. いきなりこれね、変化してるような気がするんですが。Сыр. Мясо. Мама, Это мясо. Почему то, украинское и русское чикау, то мутит танцы, ма, сроитер, ну, кама, у нас же танго, на ну, ма, 感覚的なさっきのウクライナ語とかを復習してるみたいになってるんで、逆に混ぜないようにみたいになってるんですか。Кто повар? Повар.Где повар? Сыр здесь? Сыр. Здесь. Здесь.Сыр и мясо. Где молоко? Где доктор? Доктор здесь. Доктор здесь. まあ、もちろん簡単な現在形を覚えてる、覚えたこの時点で、まあ、他にもっていうさっきのアントロプスとか、モンドリで、まあ、基本的な単語や挨拶表現などを増やした後で、まあ、時制を変えていく。フレープスディス？まあまあ、そういう意味では、やっぱ中学校3年間で、どこまで習うんだろう、今。完了形とかそういうの、高校で習った記憶だから、過去形ぐらいまでしか習わないのかな。ちゃんともう覚えてないんだけど、まあ、現在期過去形で、どうだろうね。言って高校で受験もあるし、他の勉強もいっぱいあるのに、
官僚系やります、あの、トゥフテーチやります、あの、雑工部やります、家庭訪問やりますっていうのもきつい気はするんですけど、どうなんでしょうね。うん。まあまあ、ちょっと、正直、英語とかを力入れたいからこう詰める人と、そんなにやる気がない人と分けてもいいんじゃないかなって思うんですけど、まあまあ正直こうスマホ持ってたらまあ Google 翻訳とかでなんとかなったりするんで、まあ本人とかの選択でいいやって人と、まあその選択をね、まああんま中学高校でこう決めちゃっていいかもあるんですけど、大人になってからやっとけばよかったって言われても、もう誰にも文句言えなかったりして、ちょっとちゃんと教えてくれてればみたいになってくるから。Хлеб. Хлеб. Хлеб. まあね、こう変なことを言うようだけど、日本人の特性を言うんだったら、あの、漢文の授業、あの、現代中国語にしてもいいんじゃないかなって。まあ、中国語が分かってから英語やってもいいんじゃないかなっていうのはあるんですけど、こう、そんなに英語、あの、好きじゃないとか、得意じゃないとかいう人は、まあまあ、でも、発音も難しいので、まあ、どっちも難しいですよね。フリップ。フリップ。Здесь. Молоко и хлеб здесь. Молоко. Молоко и хлеб здесь. Что-то я не то столько не то. Ой, ты мать. Чего куда-то я рерум, да на кое-то. Кое-то рисурун, да.多分中国語のことも舐めてるとか思ってるんですけど。Молоко и хлеб здесь. 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 Хлеб. Молоко и хлеб.Здесь. Хлеб и молоко. まあ、外国語を覚える負担もあるんですよね。まあ、あの、まあ、昨日、あの、軍のなんとかって、インチキ臭いのは確かに見たんですけど、インチキ臭くても、まあ、ランキング、あの、その英語母語話者にとって、こう、言語の動作、が書いてあって、まあ、スペイン語とかフランス語とかの方が早くてすぐあの習得できて、でまあ、アラビア語とアラビア語は書いてなかったから、そういう言語が遠ければ遠いほどこう時間あの期間がいるみたいなこと書いてあって、英語と中国語、まあ、語彙は明らかにね、もう、ものによっても発音変えるだけでそのまま通じるものいっぱい中国語ありますから、Хлеб. でもまあちょっと今声聞こえたらネットストーカーの方と本当にもの調べないんで、多分一緒彼にとったら。マラコ。ウチテリエス。あのカタカナってずっと言ってた人たちだね。ウチテリエス。Доктор и учитель. Денис. Ну, 正直だから、あの、中国語を教える側の仕事なら紹介するよみたいなことを言いそうなノリだったような気がします。Доктор. Доктор и учитель. И. И. Учитель. Учитель здесь.
もちろん音楽と一緒でなんか、まあ、うち来たらこう、また揉み消せますのことだろうなと思ってます。Учитель здесь. Кто повар? Повар. まあ、まあこの語学関係の、まあ、この、まあ、まあね、ロシア語とウクライナ語だけよりやっぱりその前の、まあ、関東語だったり韓国語だったりスペイン語、ポルトガル語だったりもうその前もあるんですけどのことがあってうちで中国語の先生やってくださいってとんでもありませんだから。間違ってる中国語書いてあるテキスト渡されてこれ授業やってくださいとかもう言われもうなんかほぼ確実そうなるっていう感じが。Вино. Вино. うん、その今ちょっとネットとかあの人ちょっとあの自分のギャグ面白いみたいなとこ思ってるとかあって。もう自分が面白いと思ったギャグをあの適当に中国語みたいに書いたものでこれで授業をやってなんか子どもたちを笑わせてくださいみたいなことを言われそうで。コフェ。ヴィオト。ヴィオト。コフェ。Он есть сыр?Сэр. Александра ест мясо. Александра ест мясо. Я пью вино. これもなんか音が似てるので、まあまあ、さっきの今で見てるから同じ単語だからってわかる状態ですね。まあ、これも B の、まあ、これ V の発音だけで、まあ、英語の B に見える発音なんで、まあ、Y の方が発音、あの、ワインとか、あの、ドイツ語の場合、W なんで、でまあ、字だけ見るとなんかビールなのかなと思ってしまうような綴りですよね、なんか。Victoria ест хлеб? Victoria ест. Victoria ест хлеб?Хлеб. Я пью молоко. Я пью молоко. А, これ、ミルク飲めるぐらいで聞いたらいいのかな? А, ドリンク忘れた。Антон пьет молоко.Мясо. Сыр. Не. Кофе. Мой. Она пьет вино. Александра пьет кофе.止めてる方の人
人もなんか止めてるのに聞かないが、周りが言うこと聞かないんで、まあ、ひょっとしたらもう精神的に病んでしまうかもしれないみたいなのがちょっと聞こえてるんですが、ちょっとまあ遠くです。ひょっとしたら何かこうそばにあったものをカシャンってこう押し倒したくらいの音が聞こえたんですが。Я пью молоко. Антон пьет молоко. Антон пьет молоко.文系でこう疑問文ってわからないし、語尾が上がって疑問文って感じもしないのに、これ疑問文なんだって感じですね。Меню. Суп. Сок. Меню. 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 Ну, так как, ну, чуть-чуть, я понял, что ある程度あって、でもあの人、その助けてほしい人と今からでもやり直せるんだと、まあ、若い人から見たらもうね、まあまあ。その夢とか希望とかも追わない年齢に思われてるんだろうなっていうのがあって、まあその残りこうあの働ける部分あの使える部分あったらもうよこせよみたいな。そうか、まあだから失われた30年の人に多いんじゃないかなと思って、そのその最初からまともに就職できなくて、で派遣とかしながらこうスクールに通ったりしていろんなスキル身につけて、さあちょっとちゃんとしたスキル身につけたから就職口を見つけられそうって時に、まあそのスキルとかをこれから就職したいっていう新卒みたいな人がまあまあストあのハッキングとかネットとかして、まあ僕らの技術ですとか言って作ったアプリとか持って行って、まあ、やっとこうあのブラックな、まあ、失われた30年みたいな時代を生きてこれからやっていけそうみたいな、そう潰しているみたいな、そんな感じで思っていただけたらいいでしょうか。そうそう、私だけじゃなくてそういう人いっぱい見るんですけど、Сок. Марк пьет сок. 決してまあ彼らからしたらもうなんか貯金預貯金だあって余裕がありそうな年代に見えるかもしれないけど、そんなことないので。マーク пьет сок. でもここでお金がないとか仕事までとなんかね、あの求人情報もできなくなってるって言ってるのに。Марк пьет сок. で、ちょっとこう、まあ、あの、ウクラ、あ、じゃあロシア語では、あの、ヨンピョットっていうのを使うんだろうな、ですが、あの、英語では、スープは確か食べるものだったと思います。あ、ジュース、あ、そうか。Сок. Я хочу кофе. Хочу.
うん、だからまあその語学学習アプリみたいなのを作るように依頼しに来てくれてるんですけど、まあ私がこうやって多分生活できる状態だと思うと、このね、まあ余裕のある人が家でデュオリンゴとかしてるのを、まあこういう教材作る係ですとか言って、できる人に支えてもらいながら僕らアプリ開発とかするんですみたいな感じの話になってるんだろうなと思うんですけど、Я хочу хлеб. Я хочу хлеб. Хочу. Хлеб. Нина не ест сыр. Ну, это, 正直こう、私まあポリグロットって言っていいかどうかぐらいですね。まあ確かに、まあ中国語とドイツ語、まあ、ちょっとドイツ語はちょっとブランク長いので、現地にちょっとこう買い物とかしたければもう少し勉強いるんですけど、中国語もちょっとブランクこう2年ぐらいできたとかあるんですが、まあ、ドイツ語と中国語と、まあ、英語か、と日本語の4つは、まあまあ、なんとかなる。それは、どうだろう。ね、現地に住んで仕事ができるレベルとか言われたら、まあ仕事ってまあ簡単な接客業だったり、まあそんななんか熟練した仕事っていうのはできないだろうレベルしかできない状態なんですね。まあでもまあなんとかなるだろう。まあ誰かこうお話ししたりとか簡単なことはできるだろう。なんですけど、だからそれをポリゴロって言ったら言えると思うんですね。で、それがまあどうも私がこう勉強してるこうやり方を、まあ同じことを言ってレクチャーしてる人がいて、でその人がなんかもっとすごいたくさんの言語を堪能に話すとかいうことになってるんですよ。でもまあその人が英語とかドイツ語とか話してるとこ見たら、あこの人絶対喋れないみたいな、わかるんですね。で、ちょっと、まあ、その私の勉強の仕方をここで見て、それをパクった人が世の中に出てるっていうのがわかるんです。Есть. Есть.Сыр. Есть. Я не хочу кофе. Я... Не. Я не хочу кофе. Хочу. Кофе. Я не ем суп.スープ。やっぱりスープはいいとですね。だ。インジニア。アクチョル。ソク。カピタン。スパシバ、ヤニエムヒレブ。スパシバ。ヤ、ニエ。Спасибо, я не ем хлеб. Ем хлеб. Я не ем мясо. Марк пьет сок.
Я пью молоко. Антон пьет молоко. Мама. だから、まあ、ベトナム行く前はちょっと仕事いくつかあったりして、で、ちょっとこう、確かに私が、もう、どこからかわからないんですよ。その、英語関係の資格を取るための通信教育を受けてたんですよ。で、通信教育を受けてるときに、まあ、あの仕事の移動時間にこう、イートインとかで勉強してるときがあって、そのイートインで勉強してるところを、まあ、覗きに来てるとか様子見に来てる人がいたとかいうのも覚えてて、まあまあ本当に高校の時からなんで、でまあある程度分かったの、そういうの、あの自分の英語を勉強してるところをこう見に来てる人がいるなと思ったけど、本当に相談する人もいなかったんで、うん、なんだか正直に言えば、その助けに来てくれる人っていうのは、そうやってこう直接連絡がつかないからそうやって見に来てたんだけど、こういうアプリについて何か意見が聞きたいとか考えてほしいとかいうことを直接頼めるように依頼に来たっていうふうに聞いてるんですよ。で、どうやらそれ以前そうやってストーキングしてアイディアだけ取ってた人がいたらしいって聞いてるんですよ。で、あなたは本当は給料もらえてたんです、もらえるんですよ、もらえてたんですよ、だからちゃんと自分のところで契約しましょうみたいな話を、まあまあ契約できないようにされているらしいということなんですね。ちょっともう、あの、元彼、あの、ストーカーしてる方は、なんか、あの、虐待とかあってて、なんか、ちょっと障害があるんだけど、こういうこと、できること、できないこと、だからギフテッドみたいに、語学のことだけはできて、みたいな感じで、まあ、保護者的に人のやってることを、こう、見て取っていいみたいな感じにしてたっていうふうに聞いてるんですけれども。Пьет. Пьет молоко. Мама, так а сою, учина хаха, так а, ну, いつからか分からないんですよ。子供の時からで。だから私の父が私のことを変に天才扱いしてたとかいうのは、虐待関係のお話してた時に言ってましたっけね。マーク・ピョッショーク。まあよくわからない親だったんでしょう。まあ本当に天才扱いするのに、勉強してたら怒られるっていう、よくわからない。なんか天才は勉強しなくてもできる子だから、勉強しちゃいけないとかいう、よくわからない理屈を家でも言ってきて、普通ね、あの、外行って、この子勉強しなくてもできるんですよとか言って見張って、家でこうね、わからないようにこう、内緒で勉強させるみたいな、それが普通だと私はこう思ってて、で、うちの親父はバカなバカ正直だと思ってて、外で張ってしまった見栄を家でも守ってるとかぐらいに思ってて、まあだから、で、まあ学校でもちょっと、そういう、あのグレーゾーンの人にこうお勉強教えてあげてねとか言われて、でもその隙間でしか授業を受けれなかったんですよ。だからその、でもなんかプリントとかで100点とか取って帰らなければ、お前は天才のはずだろうとか言って殴られるとかいうわけのわからない状態で、もうまあ殴られたくないから、でも勉強してたら怒られるから、なんか、まあまあ本当に隙間で勉強してついていって、出たんですね。
うん。今ちょっと母親がこう虐待とか DV に耐えかねて実家に帰るまではそれをキープできてて、で母親がそういう実家に帰ったと、ちょっと母親の親戚の方が性格悪いの知ってたもんですから、父はちょっともう母親の紐でこう生活できる状態じゃなかったんですけど、それでも父の方に残ってたんですよ。でまあちょっと、まあ、時々暴力を受ける。でまあ食生活もちょっとまあまあ給食あるときはいいんですけどね、まあ不安定な状態とかで、でまあそのうちかなんか学校行かんと飲むの付き合いやみたいになって、成績だだ下がりみたいな。うん。で学校行かせないで、家でも勉強しないで、たまに学校行ってこう時々あの歴史とか、本当に歴史なんか習ってない、あの歴史人物なんか答えられるわけないですからね。でまあ成績だだ下がりで、でこうしかも先生の方があなたのせいでこうやって成績が下がったのよって分かりやすいようにだと思うんですよ。なんか実際以上に成績下げられてないかみたいな通知表をもらって、でボコボコに殴られる、まあ、まあちょっと笑えるようにボコボコに殴られるって言ってしまったんで、本当になんかあの大怪我するような殴られ方じゃないんですけど、うん、まあ、まあすごい怒鳴られるとかそんなんで、うん、だったんですけど、うん、どうやらなんかその時までにもなんかね、うん、ちょっとうちの親なんかおかしかったよなっていう、まあ、状況ちょっとよく分かってないんですけど、まあそれの連続で他に友達ができないようにみたいな感じで、その元彼をうちの家族が選んできてっていう感じなんですけど、マーク、まあだからちょっとあの助けてくれる人が、まあ私の本当の父親、本当のかどうかもちょっと今自信ないんですけど、父親について覚えてることを言ってくれってすごい言われて、でなんでと思いながら、まあでもすごい言わなきゃいけないみたいな感じになったんで、なってたんで、一生懸命まああのテレビに向かってこういう独り言を言ってたとか、そういう覚えてることを言ってたら、なんかそこになんか引っかかるエピソードがあったらしくて、翌日それまでこうすごいあの残酷にいじめるみたいな雰囲気だった人たちが急になんか、うん、あの黙りこくってこう距離を空けるみたいなことにもなったんで、何かそこに肝心なエピソードがあったんだろう。でまあそれがさっき言ったその変に天才扱いするのに勉強してたらダメで、成績が落ちてもダメでみたいな、その時期だったんですよ。でまあ実際自分も昔すぎるし、あんまりまあでまあ怖かったのは、そのネットストーカーの人たちが、そのもう本当に私親戚の人からも近所の人からも見捨てられてて、そんなうちで起こったこととかみんな知ってるわけないみたいなことを、ネットストーカーの人が、まあ、子供の時にこんなことあったでしょとかいうのをいっぱい言われて、それ誰から聞いたのっていうのがいっぱいあって、だからなんかうちの私のことをなんかストーキングしてる資料がその時期からあるんだよね、ものすごい怖いっていうのがあるんですよ。マーク、マピオト、ショック、ショック、クトポーバル。今ちょっとエピソード言うと本当にやっぱりまだ年齢分かるとかいろいろあるんで言えないですけど、うん、クト、うん、まあ、
まあまあ言えそうなあのレベルだと、まあ母が実家帰って、まあ父親と二人暮らしをしてて、まあ毎日ほとんど食べてたのがチキンラーメンだったでしょうとか、うん、そうだけど誰から聞いたの、まあうちの父死んでますしと、もう私が高校2年の時に死んでますし、私その時期、まあだからあり得るのはその付き合ってた時に彼氏にそうだったって言ったことを、いまだにその彼氏が高校の時にこう親と母親と離れてこうあの自炊しなきゃいけなかった時にチキンラーメンばっかり食べてたらしいみたいなことを覚えてて言ってた可能性ですねはあるんですけど、あと何、まあ実際まあだから私虐待を受けてた時の話って何年かその人に話してますから、確かにその時期の話をそのストーカーの人たちが記録として残してる可能性はまあ確かにあるんですけど、そんなことまで言ったかなみたいなことまで、うん、なんかそんな大量に私の小学校とか中学校の時の記録とか、あのクラスで1回か2回しか喋ったことのない人のこととか、なんでそう、本当に気持ち悪いんですよ。くと。でまあそのきっかけになったのがその小さい時のことを覚えてることをお父さんのこと話してって言ったことが原因みたいなので、その私のこうあの利益っていうかそういうあのを考えて生い立ちのことを話してくれる、まあ実はあのお父さん育ちのお父さんだけど違ったんだよとか、うん、まああるいはそのそういう私が覚えてるお父さんってもうアルコール依存症になって落ちぶれてたところだったけど昔はねとかいうのがあるかもしれないし、うん、でそういう生い立ちの話が聞きたいんですけれども、でまあ正直母もこの年までずっと嘘つき続けてましたから、うちの父について、でまあその他の人についてももうこの数年あったことでも嘘つきますから、もうあんなやついじめたって言われたくないぐらいまで、うん、いじめてたよねっていうぐらい、まあ、あの自分たちに都合の悪いことは隠そうとする人たちなんで、まあまず信頼できないっていうことがあって、うん。で、まあ、助けてくれよって、でしかも私の、まあ、父親についてとか聞こうとしてくれ、聞いてくれた人に、で、まあ、そういう、結構長い間、そのお話してたと思うんですよ。で、まあ、とあるエピソードのとこで、あ、そこでいいからって、こう、お話終わってくれたんですが、だから、で、まあ、私が、小学校か中学校の時に好きだった歌手の、もう、まあ、Spotify とかにも載らない、あんまり売れてなかった歌とかを、まあまあ、手に入るようにしてくれたりとかしてて、うん、とかいうこともあって、まあまあ、私の生い立ちをかなり知ってるはずっていうことで、本当にお話したいんですが。Кто повар?Он не пьет молоко. Он не пьет молоко. Кофе. Я не ем суп. Я не ем суп. Мама, он там, да, кара? Мам, Вьетнаму на лью как у дайнаши ни ста кара?あいつちょっと歌歌ってたから、歌でちょっといい仕事紹介するよとか言ってごまかそうとしてるんじゃないかがあって、で、
あ、こいつ本当に語学に夢中だったらしい。じゃあちょっと語学の仕事紹介するよでごまかそうとしてるらしいっていう。まあ、今こうネットストーカーやってる人たちの動きについてはちょっと私そう思ってるんですけど。マリア、это мой сок。マリア。ソーク。さっきからなんかジュースがちょっと単語変わったりしてないっていう。ドクター ест суп。ドクター ест。ドクター ест суп。ドクター ест суп。早い方、なんかここにもよく違う単語ありそうに聞こえたんです。Это мясо。Я ем суп。Я ем суп。ちょっとあの、甘酒がうまく作れてたので。Спасибо, я не ем хлеб。まあ、ヨーグルトメーカーで作るようにしたんですが、まあ、ちょっと売ってるやつの量とかをちょっと確かめないといけないけど、まあそのね、単価に直したらそんなに変わらないとかあるかもしれないんですけど、うん、まあ単価に直したとしても多分作り方を見たらあの定量の分、あの作り方の本通りに作ったんですけど、多分半分にしても、だから卵とかそういうあの分けにくいものが使われてなかったんで、半分だけ作る、あの傷まないうちに飲み切る分を作るとかができるんじゃないかなっていうのがあって、まあまあ、この間もあのアーモンドミルクとか買ったんですけど、3分の2ぐらいこう、ちょっと飲んでなかったらちょっと傷んでても飲めなくなってたみたいになってたんで、まあ甘酒でも同じようなことが起こりうるので、まあ発酵食品だからもうちょっと長いかなと思うんですけど、まあまあ、そんなに、あの、寝る前にいっぱい飲むぐらいだったりすると、最後の方傷んだりするかもしれないながあるんで、まあまあ、傷まない量をこう、こまめに作るができるんじゃないかなっていうのがあるんですが、あの単価が同じ場合、そのね、あの、まあ、ゆっくりこう飲みたい量だけ飲んでても、あの急いでガバガバ飲まなくてもちゃんと傷まない量を作れる方がっていうのがあると思って。スパイシーバー。まあ、昨日、豆乳を買いに行って、まあ、最初の日牛乳で割って美味しいなって、牛乳で割っても美味しいなって飲んでて、で、まあ、豆乳にした方がこう、体にいいかしらとか思って、豆乳を買いに行ったら、豆乳の大きいの1パックじゃなくて、あの、小さいやつあるじゃないですか、あの、なんか、1回飲み切りぐらいの。あれが、あの4つセットで、あのよりどりで安くなるみたいなのあって、まあ、量的に言えばあの1個大きいの買っちゃった方が安かったんですけど、まあ、どれ買ったら合うか分からなかったんで、とあの甘酒に。で、まあ、ちょっと濃いめのなんか特濃とか書いてある豆乳と、普通の
違う、調整豆乳の方かな。無調整、調整あったんですけど、まあ、多分調整の方が飲みやすいだろうと思って、調整買って、バナナの糖、麦芽の糖とか言って買って、で、まあ、楽しめて飲めるのバナナかなとか思ったんですけど、ちょっとね、他にもこれ同じこと前も言ったな。だから、いちごとかマンゴーとかもあったんですけど、いちごとかマンゴーとかの1リットルサイズの大きいの売ってないから、言いましたね。だから、バナナの方とかだったら、ちょっとしたドラッグストアとかに行ったら、バナナの方が、1リットルで安いっていうかあるんで、ちょっと毎日飲むときに、豆乳バナナに、バナナ味豆乳に、こう、甘酒みたいな。ちょっといろんな味のプロテインとかあるような感覚で、ちょっとヘルシーにこう味付けみたいな感じ。ミニオン。ちょっと小さくしすぎた。Вьет. Вьет. Мама. Есть. Сыр. Сон. Конечно.いっぺん自分がインフルエンサー、もうこれ言ったらね、まあ、バカにされると思うんだけど、ネット上の人間だったんで、そのネットでその人だったって思っていただければありがたいんですけど、私ちょっと甘酒ブーム作ったんじゃないかなみたいな、あるんですけど。そう。なんだか睡眠障害なんですね、私ね。で、こう、で、まあ、睡眠導入剤とかもちょっとこう、体調不良になってるから、やめれるようになんか代わりになるものないかって一生懸命探した時期があって、で、まあ、アレクサンドラ・イエスト・ミアス。こう、健康機能なんとかみたいな感じのやつの、広告を見たんですよ。で、まあ、初回なんとかって書いてあって最初安いけど、その後が買い続けられない金額だったんですね。で、なんか近いものないかなって、ずっとその、広告の、説明読んでたんですよ。で、要するにこれ甘酒とそんなに変わらないっていうことだよねっていうのが気づくんですね。私ちょっと国語能力っていうか日本語教師なんで国語能力あるんで。で、そんなに甘酒と変わらないんだったら、それはこっちの方が値段も高いし効果も高いだろうけど、値段半額とかそれ以下になるかもなって、そんなに変わらない甘酒を買おう。ということで、甘酒を買って、今結構それ喜んで書いてたんですよ、ブログとかで。で、なんかその後、スーパー行ってやたら甘酒見るな、みたいな状態になって、なんかちょっとインフルエンサーだったらしいことを後で聞こうみたいな。アレクサンドラ。ね、でちょっと元彼の方とかがなんかちょっとその健康機能食品じゃない方を選んだことでなんか切れていたらしいような感じの話も。全然気づいてませんでした。今になって言われたんでそうだったらしいんだ。Александра ест мясо.
Ест. Мясо. Хлеб и молоко. Молоко и хлеб. あ、だから、まあ、これ本当に本当のことなんで言えるんですけど、あの、なんか私がこう買ったようなものを、食べてるようなものを真似したら売れると思って、まあ、だからさっき、あの助けてくれる人がちゃんと契約してこう、あのアプリなんかの企画をしたらお金もらえるからって聞いてて、それをずっとあのストーカーすることでこうアイデアだけ取っている人たちがいるっていうことなんですけど、でまあ食べるものとかもそういうことになって、どうも私が買ったもの食べたものなどが全部売れると、ちょっと元彼の方とか別にそれあの本当になんかあのね冷蔵庫にこれしかなかったからこうあり合わせで作ったのにとか、そういうものまで真似するとかいう、ちょっとここそのベトナム帰ってからかな、特にそういう異様な状態にされてまして、でそれまではそんなこともなかったんですよ。本当にだからこれおいしいねみたいなことのそういうのされてたらしいって言うんです、あ聞いてるんですけど、で実際この間これまあ私あのまあ今オーブン壊れて作れなく使えなくされてるって なんですけど、まあまあちょっとあのいろんな工夫してあの新しいお菓子とか作ってたんですよ。で今オーブンおかしいんで作れないんですけど、で自分が作ったようなお菓子のちょっとこうパッケージをすごい豪華にしたとか、なんか余計なもんさらに入れてみたとかで、でなんかなんとか限定とかなってて、すっごい高いお菓子として売り出されてたらしいと。でそれが半額になっても売れてないみたいな、あのなんか食品ロスご協力お願いしますみたいな棚に、この間私が作ったやつにいらないものいっぱい足して高くしたらしいみたいなのが、半額になっても売れてない山っていうのを、ママこの2年間何度見たことかっていう、молоко и хлеб. Молоко и хлеб. Ел. もうだからこれ本当になんかちょっと前私作ったよね。まあだから見切りになってあの半額になるってから昨日今日じゃないんですよ。まあ私が作って商品を売ったらしくて、賞味期限とかそういう売れる範囲内まで置いてたけど全然売れなくて、束になってこう半額になるまでの待ってん確かあるんですけど、ел эл ел なあ、だからあれも見ましたね。なんかデュオリンゴであの台湾、あ、じゃあ韓国語、あ、じゃあ、関東語やってたのに、シダッパイカとか言ってたじゃないですか。あのシダッパイカに名前似たような、あの、インスタント食品が、まあ、某あの輸入食品店の、あの、まあ、一番目立つところにボーンと置かれてるとか。Я пью молоко。まあまあその食品店って私まあ結構ちょこちょこ見てるんですけど、うん、まあまあそのシーザッパイカーが並ぶのは早かった。その後売れてるのか売れてないのか知らないんですけど、まあまあ今出かけるって2個の教室行くぐらいは行くぐらいで、あとはもうちょっとお得なスーパーしか行かないんですけど、おしゃれなスーパーとかあのショッピングセンターとかあんまり行かないんで、でまあたまにしか行かないのに、そのねしかもその食品棚に
あれはどうだろう。私がその日そこを通るって分かってるか、その店に頼んで手に取ったことにしたかったのか、本当にどこの店にも置いてあったのか分からないんですけど。Где? Сэр. Я не ем суп. Я не. Я не ем суп. Пью. Пью. Ем суп. Доктор, ест суп. Она не пьет сок.首変な形になってるんで、首ゴリゴリしてると思うんですけど。Я хочу кофе. Я хочу кофе. Папа пьет вино.Александра пьет кофе. Я пью вино. Я. Да, тут какие-то, мы пенсан там не летит, там же, не.Я пью вино. Пьет, пьет, пью вино. Хлеб. Мой. Да. Музыкант. Я ем. Я ем.Молоко и хлеб. Молоко. Добро пожаловать, музыкант. И суп и хлеб. Хлеб.Суп и хлеб. Суп и молоко. Ел. Ел. Борис ест сыр. Борис ест сыр.Это суп.
Да, это сыр. なんでか私自身はすごいこう言いたいんでこうあの辛そうにっていうかそういうまあまああの健康じゃない首の振り方してるんですけどまあまあ VTuber の方はなんかこう分からないくらい首かしげてるぐらいで済んでますよね。バリス。Ест. Сыр. Я ем суп. Да, я ем сыр. Мама, есть сыр. Александра, есть хлеб. Сыр. Музыкант. Мясо. Актер. Хлеб здесь? Хлеб. Здесь. Доктор и учитель. Доктор здесь. Доктор здесь. Повар здесь. Доктор и учитель. うん、なんかまあ大学の方でも、まあ、小学校の時の思い出とか言われた時に、まあ、ちょっとね、まあ、うん、そういうあのグレゾーンの子とかの対応でこう私ちょっとちゃんと授業受けれてなくてみたいな話はしたはずなんですけど。Молоко. И? Хлеб? Здесь. Повар здесь. Повар здесь. Сыр и мясо. だからその子供の時のこととかをやったらしてるんで、まあまあここではその名前出して言えないんですけど、そのグレーゾーンだった子の。まあ、誰々君がどんなんで私はどんなことをしてたとか言ったのも
もうあまりにもなんか嘘つき嘘つきって言われたから、それ言ったんですよ。で、なんか調べら、それも調べついたらしくて、本当だったの言ってるのにっていう。Sir. うん、でも、そうなってるんだったら、もうますますその助けてくれる人とっていう話をしてるのに。うん。Доктор ест суп. いや、本当に残酷だったんですよ。まあ、ちょっととある外国語の、あのイベントが。本当にゴールデンウィークにあるとかいうのがあって、もうそれに連れて、その人と一緒に行けるのかなぐらいの盛り上げ方だったのに、とか。ウチテルズです。なんか。多分その本当にわからない、なんか私の嫌がらせするためにそんなマイナーな言語のイベントあることが、まあ、実際にあったのか広告だけ見せられたのかわからないんですけど、Повар ест сыр. Да, это хлеб. Да, так он. А я же на ивенту, так а шашин на код дыр кара, ма. その映ってる人の目とか隠しながらじゃないとも出せないと思うんですけど、そのまあ友達がいないから合わせられないとか言われてた時に、とある教会で、まあ、英語関係のサークル、無料で参加できるサークルっていうのがあったんで参加申し込んで、それまあ無料だったから参加したんですよ。したらこういきなり入っていくなり、もう私許可も何もなく、私も映ってる状態でバシバシバシって写真撮られて、でなんかよくわからないなんかゲームとか始まってでまあ英語とかでやってるんだけど、実際そんなに英語勉強してきてない人が、まあなぜか知らないけどこう英語学習してるよみたいな感じのあのイベントになってて、でまあ、自分バシャバシャバシャって写真撮られたから、なんかこの人たち怖いと思って、まあ、無断で撮られたんだから無断で撮り返したって文句言えないだろうと思って2、3枚パッパッパッと撮って、でなんかここでなんかひどいあのなんかまあひどい嫌がらせみたいなイベントがあったら後で言えるようにしたからねっていうのが分かるようにこうはっきり写真撮ったんですよ。なんかすごいいきなり写真撮られるし、でなんか建物も教会っていうからこう信頼して行ったのになんかちょっと新興宗教臭くて怖くて若干何されるかわからないと思ったから、こっちも写真撮っとけばなんかこうよくわからないうさんくさい商品とか売りつけられたりとか、なんか暴力振るわれたりとかあっても証拠が残るようにって最初に写真撮ってたんですよ。うん、だからその英語のイベントをあれ結局私写真撮ってから何も起こらなかったんじゃないかなと思ってるんですけど、さっき言ったマイナーな語学のイベントも何かの罠として
あったかもしれないわ。実際そういう、あのよくわからない英語のイベントいつもやってるのっていうのがちょっとわからなかったんですよ。なんか私が見たとこは、とこでは教会が礼拝やってる終わった時間に、あと今日あの英語イベントやってますよ、教会の方じゃなくても参加できますよっていうやつだったんですよ。でまあキリスト教徒だから、そういうあのそういうあのお金がたくさんいるところじゃなかったら、まあ月にこう普通の教会でするような、まあ、安いあの献金で済むんだったら、英語 の, あのイベント週1回あるに参加してもいいかなと思って行ったら、なんかものすごい怪しげな、うん、なんか本当に壺とか買わされそうみたいな、うん、なんかちょっと怖い感じの綺麗なビルで、うん、なんかちょっとうさんくさいゲーム、英語のなんか、うん、なんだろう、うん、まあ、ちょっとマーベルだったっけ、なんかそういう映画についてなんかネタにしながらゲームするみたいなだったかな、やったんで、まあ実際あと、まあ、日本の紹介を、そこにいたのが外国人の方が多かったんで、日本の紹介を英語ですると、まあそこはちょっとまともな話、年明けすぐだったんで、年末年始何をしてたか英語で言う、まあだから日本の紹介ってことはなかったんだ、年末年始何をしてたかっていうんで、でも私がちょっとあのまあそのもう去年ですね、今年の正月じゃなくて去年の、だから今年はほら地震とかで大変だったじゃないですか、その前のお正月ですよね、にあのうん、その時にカツ汁を作ったかなんか、ちょっとまあ日本らしいあの年末年始の過ごし方を紹介したんじゃないかなとかいう、うん、だったんですが、まあまあ、うん、そこでもちょっと怪しげな対応をいっぱい受けたのと、そのやっぱりその活汁でなんとかかんとかが多かったんですよ。で気持ち悪くて、あのそれ一回で行かなくなったっていう、хлеб и молоко。あとだから自分が会いたいっていう男性以外の男の人とくっつけて、その人とくっつけた状態で、その会いたい人と会わせないでこう揉み消そうの空気もあったから、なんかちょっとその場にいた外国人のなんか男性と無理やりくっつけられるんじゃないかみたいな、しかもそのくっつけられそうになってる英語の先生みたいな人もうわどうしようみたいになってるのが分かって、多分それでこう次行っちゃいけないだったんだと思う。マラコ。え。セイ。そうそうそう、だからゲーム全体もなんか代わりにくっつけられる男性はいないかみたいな、そんな感じの空気があったんだ、そういえば。インジニア。だ。Вино. Тренер.
Вьет. Вьет. Учитель. Кофе. Сыр. Мама. Я пью вино. Я пью. Я пью вино. Вино. Я пью вино. Александра ест мясо. Александра ест. Мясо. Я пью молоко. あとまあちょっと私がやっぱりその時そんなに英語喋れると思ってなかったみたいなんで、そういうバカにした感もあったのかな。いや。ピュー。ヴィノ。ニーナイエストミアサ。Папа. Пью. Пью. Пьет. Вино. Кофе здесь. Кофе здесь. Антон пьет молоко. Антон пьет молоко. Виктор пьет кофе. そうそう、まあだから建物がまあ普通、私が通ってた教会ってそういうなんか古くて、うん、まあまああんまりお金かかって、まあだからかけた作った時はまあお金かけた、なんかレンガとかで作ったようなあの教会で、まあまああの横に保育園とかついてて、なんかその収益で持ってるんじゃないんですかみたいな感じの、まあみんなそんなになんか献金もしてないしみたいな、こじんまりした教会だったんですよ。がものすごい綺麗なビルで、まあちょっと場所言えないですけど、すごいあの地価も高い場所だったんですよ。すっごい怖くて、で実際ちょっとねえ、なんていうか、まあ、あのそこに来てる人の服装がこうお金かかってる、そうだから外国人、それが怖かったのかな。あんまり年収が高そうな国から来てるわけじゃないのに、結構ちょっとブランドまではいかないかもしれないけど、結構いい服着てて怖かったんですね。うん、のまあ、私日本語教師やってて、まあ、バングラデシュから来てて、でまあ留学生だからそんなにお金がないのかと思ったら、まあ、ちょっと本当にいいとこのお坊ちゃんで、うん、あの、うん、まあちょっとあんまり言うと個人出ちゃうから、まあ本当にだからその辺の日本人よりずっとずっとお金持ちだったっていうのが分かったんですけど、後で、うん、まあベトナム人でそういう子もいたんですけど。うん、まあだからそこに来てたのが、まあだからあの途上国って
貧乏だと思ってたら、その中の一握りの大工場を持ってる人の息子だったりとか確かにあるので、貧乏だって決めちゃいけないんですけど、ちょっとでも。ユリーですね。まあね、ちょっと、おしゃれの服が着せられてる感が私はちょっと感じたんですね。私が日本教師に、で、親が金持ちなんだっていうのは、なんか、生徒と喋ってるうちに分かったのが、2人だったんですけど、1人はもう、豪華な、冬になったら豪華な革ジャンとか、日本でしかこれ買えないから、みたいな。そういうちょっとイケイケな子だったんですけど、もう一人の子、本当に分からなかった子って普通の服着てたんですよね。そんなボロボロでもないけど、普通の服着てたんですよ。そんな金持ちとも思わないみたいな感じで普通の服着てたんですね。で、私が知ってる、これ日本しか買えない革ジャンだからみたいな人は、本当に日本人でも買えないもの買ってる。いや、その母ちゃん絶対高いよ、みたいな。だから、日本人より上出ない感じでいい服着てるっていうのが、本当にだから、バングラデシュの、そういう国で大きな工場を持ってるうちの息子って日本人のその辺の坊ちゃんお嬢ちゃんより金持ちなはずなんで、格好をつけるって言ったら、ちょっとしたこう日本人のお坊ちゃんお嬢ちゃんで勝てないもの着てるっていう頭だったんですよ。でもないっていう。ユーリー、だから、さしてお金もないだろう、その外国人の子が、日本に来たら儲かる お仕事があるからねっていうことで、これくらいは着ようねっていう感じで、無理やり買わされてる感っていうのが私にはあったんですけど。ユーリア。イエスト。その人が着てるいい服の具合がそう見えたんで怖かったっていうのが。ユーリア。ヴィクトル пьет кофе。Нина ест мясо. Добро пожаловать. Папа. Меню. Да. Это меню. Это. Меню. Папа. Сок. Музыкант. Инженер. Сон. Сон. Где меню? Где меню?
Я. Не. Ем. Want とか何とかの時は元気になるけど、その時はならないのかな。Суп. Я не хочу сок. USB を買ったんですけど、今ちょっと、エコーショーにちょっと助けてほしい人の画像、動画、映しっぱなしにしてるんですけど、今、アマゾンから発送されたか到着したか、あのコンビニの話がちょっと届いたみたいですか。Я не хочу сок. Я не.Я не хочу сок. Я не хочу сок. Хочу сок. Диана. Да. Спасибо. Я не ем хлеб. Я хочу кофе. Кири のいいところまでおトイレ我慢しようと思ったんですけど、それやったらちょっとえらいことになることに大体気がついたんで、ちょっと休憩して。まあその教会のことを思い出したんで、なんかネットストーカーの人がやたらなんかイケメンだったらあいつはあの転ぶみたいな感じのことを言ってて、ユーザーの教会イケメンいなかったよなで、若干だからその英語の先生が少しイケメンだったんで無理やりくっつけそうみたいな雰囲気になってて、その英語の先生がうわどうしようみたいになってたのを覚えてるんですが、まあまあイケメンだったら転ぶと思ってるらしいっていうのも、これも本当にまあ私その高校の時の彼氏、まあうん私自身の方が家でそういう衛生状況悪い家にいましたから、結構小学校の3年生ぐらいから顔にニキビだらけで。でまあ、お風呂もちょっと汚かったりするので治らなくて、でまあ病院とかもなかなか連れて行ってもらえないし、洋服とかももう安いものだし、それをアルバイトして何とかちょっと自分で、うん、その時はまだ洋裁とかできなかったんで、本当にだからあの1000円からっていうとこう1000円でっていう、それあの本当に買う人いないやつだからっていうのを買わなきゃいけない人だったんですけど、でまあうん、それでまあ他にいなかったら俺と付き合うからとかいうことで他の男性を潰していってもう自分に戻そうみたいなことを言ってたらしいことも言ってるらしいことも聞いてるんですけど、まあがあの就職してまあまあ美容院に行けたりちょっとおしゃれな服も着れたりとかして、でそこで次に付き合うことになった彼氏が自分よりイケメンだったことを知ってると。で、まあ、さっき、写真のどの子に言ってた人も、そこそこイケメンなんですよ。決して、私、その、顔で選んだつもりはなかったんですよ。本当に顔で選んだつもりはなかったんですよ。なんか、話があったり、性格があったから、付き合ってて、まあ、イケメンだったんですよ。まあまあ、だから若かった時の私がそのちょっとおしゃれしたらまあちょっと小綺麗には確かになってたんですね。でどうもイケメンだったら転ぶと思ったらしい件っていうか、まあまあまあだからやたらそのイケメンらしい人が何か目の前でアピールをしているらしいっていう不思議な光景を見てたんですけど、
あ、だからまあ、YouTuber のその、なんかで言ってますよね。だから、イケメンアピールを起きてた時期ですよね、あの時。だから、その、イケメンの方、だから、まあ、男性が2人いて、どっちと付き合うか、まあ、両方から同じようなアピールを、もし受けてるとして。で、まあ、性格があったり、まあ、優しかったり、なんかこう、将来こう一緒にこう安定して暮らせそうとか、まあ、いろいろあると思うんですよ。で、種の、保存本能とかで、まあまあ、クジャクの反応大きい方とか、より良い子孫を残せそうな方っていうのを本能で選ぶじゃないですか。多分、イケメンを選んじゃうのってそういう本能だと思うんですよ。で、私そこまで本能強くないですとかいう話をしてたはずなんですが、Хочу. Я не ем мясо. Я. だからその時期なぜこんななんかイケメンなんだぞ、だからイケメンだから認めろみたいなアピールを起きなければいけなかったのか分からなかったんですね、その時は。Не. Хочу. Сок. そうなんですよね。メまあ、ニューです。誰のことを言ってるか分かってる方もいると思うんです。オンラインサロンの方と、助けてほしい人と。場合によったら、その、白黒写真で撮ってた、フィルムが白黒なんで、古くないですよ。まあ、に写ってる人と、まあ、そういうなんかデジタルデータで残ってるで、ので、ネットストーカーやってる方とかは、まあ、ファイルで見てると思うんですけど、オンラインサロンの方も、もう絶対自分のことが好きだと思ってたらしいんです。まあね、確かに自分の対立してる英語のところで叩かれてるのをものすごいかばってしまったし、その後ちょっと私の生い立ち知ってるんじゃないかとか思って、それ聞きたくて一生懸命こびてた時もあるんで、すっごい好かれてると勘違いされてた可能性あるんですけど、でまあその時私ちょっと太ってたり、いろいろしてたんで、でまあ、恋愛として向こうが格上だみたいな感じの扱いをずっと受けてて、でまあちょっと現像とかしたんで、まあちょっと私がちょっとそれなりにこう、まあ恋愛とかしてた時にいた彼氏ってあのレベルなんですよって、私からしたら。そのオンラインサロンのホストの方より、私の元彼の方がイケメンでしたからね。Меню здесь. Я не хочу кофе. だからその前の、まあ、自分の元彼なんですけど、潰されなければ、まあ、ひょっとしたらね、まあ、平凡にはできたかな。ね、まあ、その大学中退とかそこからですから。まあ、だから、何どこからやり直したいって言ったら、もう、どこからってないんですよ。もう、今、その助けてほしい人と会って、今からできる最善のことを、生き方をしたいっていうことなんですけど、まあ、だから、
潰されないでそのまま付き合いたかったはあるけど、でもそんなに多分まあ平凡か、ひょっとしたらなんかこうね、文句言いながらぐちぐち言いながら暮らしてたかもしれないっていうのがあるんで、まあね、どうでしょうね。まあだから、本当にどこからってないんですよ、その。まあその人とも結構長い間付き合ってたんですけど、デートってそんなにできなかったんですよ。で、その理由がその元彼のストーカーだったことも間違いないんですよ。二人で歩いてたら嫌がらせみたいなのが周りにあるのを、私が気づいてなくても彼気づいてたんで、それが耐えられないから、お出かけしてなかったんですよ、ほとんど。が、まあちょっと、お出かけできないってことで、どんどんトラブルになって、結局別れることになったんですけど。いや、ね、いや、せい。だからまあ、そのまま付き合い続けてたら、やっぱりなんでこう、どこも出かけられないんだろう。まあ、で、しかも、ね、その元彼の方に、なんか、うん、仕事とかも邪魔されて、すごい苦労してただろう姿っていうのを、あのまま付き合い続けられてても、で、正直それがなかったらって言ったら、あの人大学中退してないよね、あの職場いなかったよね、になるんで、アナ、ニ、ピオト、ソーク、ね、なんか音楽どの子に言われたくないんですけど、まあ、そういうのぴったり合った歌とかが、まあ、あったりするんですけど、あの VTuber の中ではあの歌ってみた中には入ってないんですけど、ニーナイエストミアサ、ドクターイエストソープ。今助けてくれる人も、まあ、その時の人の上司だったんだろうのことで、まあ、聞いてるんで、その時のことがなければ今助けてくれる人もいないっていう。なんか、どこ、Он ест сыр? Я ем мясо и хлеб. Я ем мясо и хлеб. Мясо и хлеб. Нина не ест сыр.もっと恐ろしいことを言えば、
ベトナム行くちょっと前にお家が亡くなったのとかもちょっと怪しかったりもするんですが。ニーナにイエスツイル。まあまあ、ちょっと、投石を受けるような人だったんですけど、うん、まあ、で、投石をこう、ずっと、欠かさずに定期的に受けてれば、まあ、そこそこ長生きできるみたいに聞いてたのに、本当に急変だったが怖かったですけど。ニーナにイエスツイル。Виктор пьет кофе. Виктор пьет кофе. Доктор.うん、ちょっと母方の親戚の中で唯一味方になってくれてるようなおじだったんで、聞いちゃってきたら。実際そのおじが亡くなった後の嫌がらせがものすごいひどくなったなっていうの。だからちょっとおじがいたおかげでこう親戚の嫌がらせってどっかブレーキがかかってたんだろうと思ってるんですけど。Ест суп. Она пьет вино. うん、正直なんか遺産とかまあちょっと株で成功してるしてたおじなんですけど、もう亡くなった後なんで言えるけどね、言えるけど結構タンス預金っていうかもうなんか銀行で100万円を引き寄せとしてきたのを適当な封筒に入れてその辺にポンと置いてるような人だったんですよ。でなんか多分そんなのうちの他の親戚とか持ってっちゃっただろうなとか、うん、そんなのがあるっていうのは言えなかったんですよ。もう不用心の家だったんで、そんなのあるって、まあ、ブログとかに書いたら、まあ、見バレしてるところもあったんで、まあ、簡単に入られるし、で、まあ、現金ってほら、火事になっても、ね、燃えちゃったらあったとか言えないんで、で金庫とかも入れてないので、まあ、そういう燃やされるも怖かったんで、うちのおじさん、そういう現金ポコポコ、家に置いてますよとかも言えなかったんですが、うん。多分、うちの、なんか他の親戚、おじがそういうふうに、あと他に、まあ、だから株とかもかなり持ってたんですよ。ただまあ、すごい、コロナで株ものすごい下がってた時だから、ある時は億とか超えてたはずなんですけど、コロナの最悪の時だったんで、まあまあ、持ってた株によったら、まあ、だいぶ下がってただろうなんですけど、あれどうしたのかなっていうのは。で、おじはどっかの弁護士に遺書を残してたはずなんですよ。でも誰もそんなもの見に行ってもいないかもしれないっていう。Пьет вино. うん、なんかおじが、まあ、スペインとかインドとか旅行行くの好きで、
なんか老血止めとか習って喜んでたのの多分一番気に入って部屋に飾ってたんだろうなっていう老血止めだけもらって私帰ったんですけど、まあ、一応まあ葬式に来てた親戚にはこれもらっていくわとか言ったか黙って持って帰ったかも、あねえ牛って価値出ないでしょみたいな、なんかうん、いや、若干100万あるかもとか思ったんですけど、うん、基本嘘つけないタイプ。に、いや。スープ。Я пью вино。まあ、もし私が殺されるにしても、私は本、まあ、だから、弁護士にちゃんと遺書は残してた。うん、うん、聞いてたんで、まあまあ、長い時間出かけてて、どこ行ってたのって聞いたら、弁護士に遺書残してきたとか言って。Пью. まあ結婚してないおじなんで、まあまあそれだけ持ってたら誰かにはこう譲るとか書いてただろうと思うんですけど。Вино. Кофе. ちょっとそのおじが、まあ、母の株をお金預かって株を運用してたんですよ。でまあおじからお前の母親の口座のパスワードはこれだからなって教わってたんですよ。ただまあパスワード聞いたって、まあ、運用は勝手にできるかもしれないけど母名義の口座にしか下ろせないんで、まあ、番号を持ってただけだったんですよ。ただ、うちの母が、まあ、財産残すときに、家を弟にやると。で、まあ、じゃあ、家に相当する分の現金ちょうだいねって言ってたんですよ。だから、現金なんか使ってしまうわとか言われてて、だから、現金使えないように、ずっと、まあ、そこ口座に出っ放しだ、かなりの金額をそこに入れてたから、言わないぞって思ってたんですよ、家に。したら、まあまあ、亡くなってたと。その家からその番号が。で、まあ、なんか母にちょっと会った時に、なんかちょっと、番号とか出てきて、全部もう、解約して、現金使ってしもたわ、とか言われたんですけれども、うん、まあまあ、ねえ、史上最安、コロナのあの時にねって、この間史上最高値だったでしょっていう、もう出たらよかったのになって。うん。
Доктор. И учитель. Сон. Сон. Мама, есть сыр. Ел. Эл. Ел. Молоко. И хлеб. Хлеб и молоко. Меню. Здесь. Сыр и мясо. Да, я ем сыр. Где? Молоко. Мама, これ, русско この юнитто ваттара. Фу. Мама, не, супа, ある даке. Ма, дакара, これ から русско то украинско ва, ма, кантанна, ано, танго, ма, юмиката тока, танго тока, ма, 現在形、否定形。で、まあ、何々したい、何々が食べたい、何々があるぐらいを、まあまあ、少ない動詞で習ってるっていう状態を、まあまあ、モンドリーとか、ドロップスとかで、変な妨害が入らなければ続けていこうかなと思うんですが、せっかくスーパーなのを、まあ、その残りの時間をそれもうか変わってしまうか何かまだあるかっていうのですが、まあ、利用できるものは利用する人間なんで、まあね、使えるものは親でも使うとか言いますけど、本当に使えない親なんですよね。Я не ем мясо. Ну, だから、さっき、Amazon のが出荷のお知らせだったのか、到着のお知らせだったのか確かめて、到着してたらそれを取りにと、あと、まあ、今日、多分、工事が、ちょっとお休みで手に入る日だったと思うので、それと、まあね、あんまりお金は使わないようにしないと、まあ、会えると信じて、っていうかもう、会えなければもう、まあ、その、まあ、そんな長くない時に死んじゃうので、まあまあ、今、残ってる、まあ、多少の預貯金を残して死んでもしょうがないっていうのがあるんで、
もう会える場合は助け、あ、経済的に助けてくれるはず、仕事紹介するとかなんとかで、ね、会えない場合もどうせ死んじゃうからもう使っちゃえばいいっていう、これももうずっと言ってることなんですけれども、いやいやに、いや、ママちょっと本当にプレステ買ってキャプチャーカードが使え、キャプチャーボードかなんかが使えない、実況もできない。まあ、したってどうせ再生回数伸びないっていう時点でもう諦めたみたいな感じ。スープ。いや。ビュー。ヴィノ。やに、なんか繋がらないと死んじゃうからねって言ってるのを、もうあの本当にその元彼がこう求人情報とかむちゃくちゃにしたの一緒に笑ってたんだろうっていう人たちなのね。まあまあだからそのまあ億万長者のおじとか言ってなんかもらってたんだろうとかなんか。わからないんだけど、うん、実際まああのネット証券の株の買い方とかは、まあ、相談って言ってもなんか、うん、あのそういうネット証券の買い方の本とか売ってるよとかいくつかの本の名前を教えてもらったとか、どの株上がるのとか言ったらなんか。あの売れそうな 新商品を出しそうなところとかそうだよなみたいな。コーヒーで、まあちょっとこう史上最高値とか言った時 あの自動運転日産とか言ってる時にいけるかとか思ったら今すっごいなんかマイナスみたいなってなんかリコールとか言ったっけ、リコールみたいな。Повар. Ест.Сыр. Я. Не. Хочу. Сок. Виктор. Пью.Пьет кофе. このイント終わるのに。ママね、夕方、うん、ママね、気をつけないとなんか雨とかなんか急にライブとかちょっとある時もあるって聞いてるから、割とそういうことをね、私はもう20歳ぐらいまでね、外に出る時に雨降ったりしない晴れ女だったんですよ。なんかちょっと雨降りそうでも天気予報とかも。もう子供の時とか見たことなくて、でなんか傘なんか持たなくても、なんかちょっと学校行ってる間とか、ちょっと買い物でどっか寄ってる間とか、建物の中にいる時に雨って降って、でまあ出る時には止んでるし、外出てる時に雨なんか降らないよねっていうぐらい晴れ女だったんですよ。が、まあもう20歳過ぎてた後ぐらいから、とんでもない豪雨にバシャーみたいな当たるのが
結構来る人になったんで。молоко. Не, молоко. Ел. Эл. Ел. Хлеб. Здесь. Где повар? Где? Повар. Где? Молоко. Александра ест хлеб. Это не сыр. Хлеб и сыр. Сыр.天気予報見ないといけないんですね、明日の。Сыр здесь. 晴れでも雨でも。Учитель здесь. 足が悪い。本当に歩く時間がすごい、かかるので。電車に乗ると逆に時間がかかってしまうっていう不思議な状態なんですよ。だからもう駅まで10分で行けるでしょっていうのを30分でも行けなかったりするぐらいなんで、まあ自転車置き場だと下降りてすぐ自転車あって、でまあ、その教室のすぐ近くの自転車置き場に置いてするから、でも人よりちょっと自転車はゆっくりなんだけど、これもちょっとね、最初ものすごい時間かかったんですよ。Google マップに出てくる、まあ、最初こう阿弥陀仏状態になって、もう途中で行ってこっち曲がってとか言って、なんか、3路線ぐらいこうコースあるところ、阿弥陀仏上に進んで届かないみたいな状態に最初のうちはなってたんですけど、ロピアとか行くときもそうなるんですけど、がまあ大体道を覚えたと。で、まあ出発地点はゴール地点何分後って出るじゃないですか。あの状態よりてか、まあ、2倍ぐらいかかってたんですよ。かかってたんですね。が、11月ぐらいからよく睡眠とったり、まあ、ちょっと、少しずつマシになって、まあ、正直2時間かかって行ってたのが、1時間半ぐらいでは行けるようになったんですけど、これがまた、この、顎が痛いよとかいうことになってるんで、1時間半まで、縮まってたのが2時間になるか、またもっと行くかもしれないぐらいの不安で今。なんかステッキ、おばあちゃんじゃないけど、本当にステッキないと歩けない状態なんですが、まあ、折りたたみステッキみたいなのを買ってたんですけど、それも盗まれた。で、まあ、ちょっと、日傘。まあ、日傘キットっていうのが特価だったんで、まあ、インスタとかね、
ちょっと頑張って作った日傘あげてるんですけど、うん、日傘をちょっと、歩いてるときは、まあ、店の中とかの方が多いんで、歩いてるときは素敵代わりにしてるんですけど。だから包丁の話しましたっけ？まあまあ気に入って使ってた包丁を、なんか彼らが宣伝したいような包丁に家の中で取り替えられたことあって、まあ、なんかまあ、盗んでたあのクリキントンとか、あの、鏡餅のスライスしたのとか戻ってきた、冷凍庫に戻ってきたりとかしてるから、本当のステッキも返してほしいんですけどね。というかまあ、その、会いたい人に会わせてほしいんですが。ドクター・イエス・ツー総裁選とかの、まあまあ、見てるんですけど。ドクター・イエス・ツー。ドクター・イエス・ツー。だ、家へ見せる。もともとその会いたい人とかもなんか YouTube で聞いてた時にそういう政治的な思想が似てる人だったんで、まあそういうお話もしたいなみたいな。ちょっと私本当に外国語の勉強ばっかりしてたんで、日本の政治実はあんまり詳しくないとかいうのがあって、中学の時にできたのもその日本共産党支持者の子だったんですけど、まあまあ言った通り、昨日も言いましたけど、私、頑張って働いたら給料上げてほしい人なんで、まあまあ、折り合いなかったんですけど、その、まあ、なんかまあ、友達ができたら誰でもよかったかっていうと、まあ、ある程度までこう、その、日本共産主義の人と、まあ、友達だったんですけど、結構、だから、中学の時に同じクラスで友達、同じクラスとか、その前の年なんか隣のクラスだったのになんか声かけられて友達で、で、翌年同じクラス、2年3年と同じクラスで、で、で、まあ、2回目の大学、だから2回目っていうか、そう、2回目の大学って言うと今回になるな、短大で就職して社会人大学ぐらいまでは、知り合いだったんですけど、そのやっぱり私共産主義じゃないっていうことで、それでまあちょっとまあお話できなくなったんですけど、どうしてもまあ一人孤独友達がいないのが嫌だったら、まあまあそこ折れてたと思うんですよ。だ、やん、せる。まあ、だから新興宗教を、宗教5つぐらい入ってそうみたいなことも言われたことがあって、まあ、いろんな宗教に友達いないと誘われるんですよ。で、なんか2、3回会合に参加してみるものの、怖いっつって、まあ、挨拶しただけで帰ってるんだけど、なんか知らないうちに登録されてそうみたいな、それは怖いですよね。なんかイベントに1回参加しただけなのに会員になってたかもしれないみたいな。しかも自分ボーリングって聞いてたのにみたいな。Ем хлеб.
Я ем хлеб. Повар здесь? あ、でもそれあんまり言えないんですよ。うん、あの日本共産党の人が、まあ別団体作ってて、ボーリング大会やるよとか聞いて、そのボーリング大会にいろんな人が集まるように、なんかチラシかポスター作ってねとか言われて、すごい楽しそうなあのボーリングの大会のポスターとか、ポスターとかチラシ作ってしまってたんで。Повар. Повар. Здесь. Повар. А какие на эмоции что Повар. Сыр и мясо. Сыр. Мама, не мама. 平等って聞いてて、なんかそういう団体だと思ってたんですけど、まあ、この話ももう何べんもしてるんですよ。で、まあ、その中学の時から仲良しみたいな感じでしてて、で、まあ、結局こう、その大学行ったぐらいか、そのもうちょっと前ですよね、お父さんお母さんが日本共産党支持者同士の子同士の方が結束きつくて、まあ、ちょっとその韓国沖縄の話にも似てるけど、あのお父さんお母さん日本共産党のあのまあでちょっと専門用語とか混ざってては何話してるかわからないから説明してもらおうとしてるんだけど、なんかちゃんと説明、なんか盛り上がっててちゃんと説明もしてもらえないみたいになってて、でまあ平等じゃねえって。その辺からちょっとまあ。シール。シール。ミャス。まあ、規律が入り始めたかなっていう。まあ、あの女子校の時だったよな。まあ、それ誰って言ったら、あの、もう時代が分かっちゃうから、誰とは言えないんですけど、あの、その日本共産党の代表みたいなのが来るみたいな、大阪に来るとか言って、その盛り上がり方が JK がなんかアイドル来るみたいな波の盛り上がり方で、うん、多分そのノリについていけなかったせいもあるんだろうけど、無理だった。Вьет. Вьет. Меню. Сон. Сон. Я не хочу кофе. Я. Не. Я не хочу кофе. Хочу. Кофе. Не ма. И мама, да, как... Амма рекласси, кто-то вакаранай, мама, Россия, как Украина, как ушли. Нанда, коно, что... Папа. Пьет вино. Она пьет вино. Я пью
Вино. Я не ем суп. Я не. Я не ем суп. Ем суп. Сок. Не. Здесь. Я хочу хлеб. こっちはロシア語の方はウクライナ語と違って、なんとかが好きですだけですね。なんとかをするのが好きです。来ないですね。ニーナ。Ест мясо. Я пью молоко. Спасибо, я не ем хлеб. Кофе здесь? Нина ест мясо. Ел. Ел. Я пью молоко. Учитель ест. Она не пьет сок. Александра пьет кофе. Да, я ем сыр. Спасибо, я не ем хлеб. Я не хочу сок. Александра пьет кофе. Да, я ем сыр. Юлия ест хлеб?
Он не пьет молоко. Это меню. Кто повар? Доктор ест суп. Сыр здесь? Нина ест мясо. Папа пьет вино. ママちょっとね、今みたいにちょっと疑問文に気づくとか気づかないとかそういうテストのコツみたいなのを覚えていくのは私はあんまり好きじゃないんですけど、うん、молоко и хлеб здесь。ママ、まあ私そんなにね、あの受験受けるタイプじゃないけど、まあ、ママ確かにあの英検とか HSK ってまあやっぱり試験のあのなんかあるんですね、あの癖っていうか、あの HSK とかもちょっと問題文の方がいまいち分かってなくても選択肢で、あ、中国人が好きそうな答えっていうだけで正解だったりすることもあるし、うん、なんか4つ選択肢があって、なんか中国人の考え方にこれ合ってないなって、まずないみたいな。まあ英検もありますし、なんか英語検定協会が出しそうな社会問題とか、好きそうな社会問題とかあるんですけど、いやでも本当に環境問題好きですよね、英検。もちろんだから、あのゲーテインシチュートとか行った時に、まあドイツがどれだけあの環境問題にあの気を使っているかとかいうのも、まあ、私があの通ってた時にテキストとか半分、え、だから社会保障がちゃんとしているとか、あの環境問題すごく考えているとか、まあ、移民に優しいとかそういうのは、まあ、ちょっとね、あのゲーテインシチュートって、まあ、ちょっとあのドイツ政府がこう援助している、援助っていうか、後ろについてるので、あの、まあ、国のアピールみたいなのもある、あの語学、あの教室なんですよ。だから通ってた時に、まあまあ自分とこの国の、まあ、変な意味じゃなくて、いいところを、こう、アピールしたいところをいっぱい教科書に載ってるみたいな感じだったんですけど、Ел. Эл. Ел. Мама, だから日本語教師やってて、日本のいいところとかも、
まあ、書いてるんですけど、まあ、ドイツの時は、ドイツのいいとここうだよって、まあ、特にそういう、どこの国っていうのを考えずに作られてるテキストっていうのもあるからなんですけど、あの、私が使ってた日本語、のテキストって、どっかそういう不便な国から来て、日本っていいでしょみたいな形になってるテキストが大体だったんですよ。うん、なんかそれ話が嫌だったとか。Я не хочу сок. Я... Не. Я не хочу сок. だからもう、あの、ねえ、そこまでなんか、うん、VTuber でどっかで言ってるはずなんですけど、まあ、水道の水が飲める、まあいいでしょう。まあ、それすごい自慢でしょう。で、あの、電車の時間が正確だとか。うん。ちょっと私こう、あの生徒の意見聞ける側の先生だったと自分で言うことにしてるんですけど、あの日本にはこれだけ発明家がいるとかいうテキストを見せて、その時にイバンナって言われました、日本語で。Я не хочу сок。ちょっと私の生徒たちはなんかかなり日本語がうまかったらしくて、もう、あと真面目な生徒がいて、あと2分ぐらいで、あの、授業が終わるっていう時に、最後のこう、あの、粗相まとめ問題が、最後の問題終わったんですよ。で、最後の問題終わって、あと2分残ってると。ね、そんなとこ2分、授業なんか、作りにくいからもうみんな片付け始めたんですよ。ちょっと厳しい教室だったんで、一応時間までは教室パーと教科書とか机の上に置いとかなきゃいけなかったんですけど、まあまあその自分の授業までこう誰か来てる参加とかいないから、まあまあ2分ぐらい早く終わってもこう片付け始めててもまあまあみたいな感じで、まあ私だけなんかちょっと授業っぽいこと喋ってるみたいにしてたんですよ。してたらすごい真面目な子が、片付けちゃダメだよって言ったら、うん、横に、近くにいたネパール人が、真面目かって言ったっていうね。っていう、まあ、日本語教室を、うまいな、日本語、みたいな。Я не хочу сок. Хочу. Сок. なんか、その、まあ、4時間中2時間そこのクラス当たってて、その2時間の中で一番いい日本語がそれ、みたいな。Мясо. Кофе. Молоко. Кофе.Доктор, есть суп. Хлеб, суп, молоко. Спасибо, я не ем хлеб. Спасибо. Я не. Спасибо, я не ем хлеб. Ем.Хлеб. Доктор. Юлия. Есть. Хлеб. Я ем мясо и хлеб. Я. Ем. Я ем мясо и хлеб.Мясо. Хлеб. Я ем мясо и хлеб.
И хлеб. Нина. Не. Ест. Сыр. Меню здесь. Я пью вино. Я пью вино. Она не пьет сок. Молоко и хлеб здесь. И хлеб. Здесь. Повар здесь? Повар ест сыр. Меню здесь. Мама, не. Повар здесь? はい、ということで、ママ5時前に、ママ、ロシア語もユニット3、だからまあ、1日ずつ3日間のうちの、ユニット1、ユニット2、ユニット3、ロシア語とウクライナ語で、まあまあ、いろんなパニックを起こしながら、まあ、終わったんですけど、で、まあ、ちょっと、まあ、USB が届いてるかどうかを見て、まあ、届いてても届いてなくても、ちょっと今日、甘酒を作る用の麹とかが、まあ、安く買える日だったり、まあ、あと冷蔵庫確認して、何か買っとけばいいもの、行って安かったものを買って帰ってこようと思っています。で、まあ、明日に効果あるんで、今度はちょっと、まあ、前ちょっと、体調が悪くてギリギリ起きていったら、お財布忘れてた。で、まあ、寝不足だし、ガタガタだし、でも、太陽照りつけてるのに、お水も買えないっていうことだったんで、前回はギブして帰ったんですよ、途中で。しかも途中でタイヤパンクするし、みたいな感じで。
もう怖かったんですよ。まあ、帰ってきて自転車戻して、で、ちょっと休憩、疲れ、本当にボロボロだったんで休憩して、起き上がって、あの、自転車直しに来ました。で、まあ、戻ってきて、で、やっぱこう、疲れてたんで、2日後ぐらいにお買い物に行こうと思ったら、直したはずの自転車のその同じタイヤの部分が全部空気抜けてるっていう。で、まあ同じ、ちょっと同じ場所に行って空気入れてもらってみたいなことを。しかもその、うちの近所、だからその時かな、ここで言ったのかブログで書いたのか忘れたんですけど、近所の自転車が潰れててみたいな、その自分がタイヤパンクさせられた時と、あの、空気抜いてた時、がまあシャッター閉まってて潰れてるのかなみたいな状態だったんですけど、平日の昼間だったり、あの、うん、まあ、両方定休日ってことはないだろうみたいな感じだったのに、両方閉まってて、で、まあまあ、空気直し、うん、タイヤ直してもらったし、空気も入ったしと思って、その、そこの自転車屋の前を通って、スーパー行こうとしたら、うん、潰れてなかったんだ、空いてるよみたいな。うん、まあまあ、いろんな意味で不思議な毎日を過ごしてるんですけれども、まあまあ、だからいろんな意味でちょっと怖いので、こう助けてくれる人に会って、多分強そうなんで、そういう元彼の嫌がらせとかから守ってくれるだろうと思ってて、で、なんかちょっとなんか、嬉しそうな顔してるような気がしますが、で、ママ、今から買い物行って、多分こう、今日のスーパー終わる時間が、多分、最初の日に23時ちょっとぐらいだったんで、まあ、割と、あの、お買い物に時間をかけすぎなければ何かできるかもしれない、みたいなことを考えてて、まあ、言ってそういう明日2個とかあるんで、だからその財布忘れないようにとか、荷物大丈夫なようにとか、あの自転車のバッテリー、あのまあだから足悪いんで、あの電動自転車で一応ずっと、まあもうそろそろ寿命だよなみたいな感じもするんですが、うん、それもだからこの間こう言った時に怖いこと言われたんで、ほら言っただろう、だからその2時間かかる先です壊れたよなみたいなことになると怖いなと思ってるんですけど、うん、だからその針金引き出されてたも怖かったんですよ。行き死は何ともなかったのに、その2時間行った先で針金引き出されてて、で最初針金が引き出されてるんだと気づかなかったんですよ。空気抜けてるだけだと思ったのかな。であのその習ってるところのすぐ横に自転車あの屋さんがあったんで、言ったらまあそこだけ対応してくれたんですよ。で自転車屋さんだからそこ針金くちゃくちゃなってるの気づいてくれたらよかったのに気づいてくれてなくって、結構経ってから針金もむき出しになってることが分かって、で戻るにもう結構な距離になってて、で行き帰りそこずっと通ってるけど、まあ覚えてる自転車屋さんがもうその近くにない。でまああのブレーキのところに引っかかるから、もうあのブレーキかけたらすぐ急ブレーキになるんですよ。だから急ブレーキになると怖いような、あの危ないようなスピード出せない、なんか超徐行みたいな感じの運転しかできなくて、でしかも足悪いし、あの結構あの重たい荷物とか持ってたんでよろけるから怖くて、でもその時もだから途中なんか死んじゃうかもみたいな感じで怖かったんですけれども、でその時はなんかここからこうなんとか駅の近くに自転車があったかもしれないとか思って走ってたんですが、多分この
タイヤの、あ、タイヤじゃない、あの、車輪を、あの、そういう、つけてるところに、その、針が、あの、書き出されたところが当たったんでしょうね。まあ、その自転車屋さんつくとこまで、に行くところまで、その、ま、むき出されたところがパキッと折れて、まあ、その後普通に運転できたんで、その時はもう、なんか3分の1ぐらい帰ってる途中で残りは普通に帰れたんですけれど、まあそういうこと3回ぐらいやられたんですね。で、まあ3回目の時にちょっと、どうしてもなんか、その折れもしなければ、どうしようもなかったんで自転車屋さんに行ったら、これは危ないからもう車輪取り替えてくださいだったんですけど、まあ、まあまあここで話しすぎてても、てか本当に、そういう危ない状態なので助けてもらえるように、まあ、ご覧の方とかいれば、あの、助けてくださいということで、まあ、あの、USB あれば、まあ、今、パンパンになってる方の、サービスの、あの、これ、まあ、別の USB にか、あの、その USB 買った時点での動画っていうのは、かなり保存してあるので、そこに付け足した分をさらに入れようと思ったら、本当かどうか分からないけど入らなかったんですよ。本当になんか32GB の USB に 10GB の動画が入らないみたいなことも繰り返されてるんで、これ、あの、しかも 256GB、ここそんなパンパン入れてないだろうなんですけど、うん。で、256GB、これ、あの、調べたときは、ちゃんと 256GB あったはずなんですよ。うん。まあまあ、結構 1TB とか、まあ、マイクロ SD とか、あの、USB で買ってるんですけど、まあまあ、ちょっとインチキなものだったりとか、本当はインチキじゃないのに、こう、ネットで操作してないよってされてるのか、どっちかわからないんですけど。まあまあ、この 256GB、あの、木製の、あの、USB の、あの、そういう、持つところですけどね。木でできてて、で、木の箱に入れれるという、なんか、見た感じ、誰のへその、みたいな感じの USB ケースなんですけど。まあまあ。そうですね。256GB。前回のやつそこそこ入れてるけど、そんないっぱいってことないでしょうってやつですね。うん。まあ残念ながら、別に、だから 1TB ということになっている。しかも、あの、まあサイトのページを見ても、なかなか信頼できる感じの、あの、メーカーの説明で、こう、あの、読者評価も、読者じゃない、あの、購買者評価もいいものを買ってるはずなんですけど、まあ、うん、それがちゃんとそのまま届くかどうかとか、いろいろな不安を抱えながら、そうですね。うん。まあ、だから全部入れようって言ったわけじゃなくて、8月の10日以降の、動画ですよね。で、結構、あの、毎日は撮ってなかったんですよ。だから、10個かそこらの動画が入らなかったんですね。うん。で、まあ、やってない。まあ、やればよかったんですけど、以前その、パソコン本体に入っている、あの動画を、クラウドに入れようと思ったら、できなかったっていうことがあって、まあまあ、理屈で言えば、あの、パソコン本体のやつをクラウドに入れる。クラウドから自動保存されるから、そのダブルの操作ができないからできないんだろうっていう理屈にはなるんですけれども、まあまあ、できない。のでやってない。まあ、256GB に、
うん、ちょっと128だったかな、だったらかもと思ったんですけど、256だったし、その時確かめたんですよ、ちゃんと256あるっていうのは。それが、あの程度の動画を入れて、さらにその、ちょっとした動画を入れるのに、入りきらないはないだろうと思ってるんですけど、まあまあ、実際、あの、それ、これを買った時ぐらいに、600GB ぐらいしか使ってなかった1テラのパソコンが満帆になって録画がそれ以上できないもまあないと思ってるんですけど、うん、まあそういうわけで本当にいろんな意味で、だから本当に大学のもう明日明後日大事なもう卒業にかかるあの単位の授業のあのレポートの A4 1枚分のワープロも保存できないような状態になったときに SSD 取り替えてなんとか保存して印刷できる状態にして、まあ、提出できる状態にして、まあ、単位を取ったんですけど、あれレポートそのものより SSD の方に単位入れてくれ、あのなんか成績出してくれみたいな感じだったの、まあ、それをちょっと正直助けてくれる人から評価いただいてるみたい、まあそのメーカーのパソコンをその方が今買っているっていうことなんで、いうことで、まあまあ、いろんな不思議な現象を、もう毎日毎日言っている。今回言ったらさすがにひどいのを助けてくれるだろうも、毎回毎回期待してダメであるという。もう恐ろしいんですが、うん。まあ、あの、どっかでこう、あの自分たちを褒めて無罪みたいな、無罪というか何もしてない、いじめてないみたいにしてくれみたいなことをずっと言い続けてるんですけども、で実際そういうので話し合ってみたいな時期もあったんですけど、まあ無理ですね、そういう甘いこと言ったら後でまたどんなことされるかわからない怖い人たちなんで、その本当に今助けてほしい人っていうのは、まあまあそういうこのネットに嫌がらせとかからも守ってもらえる人だろうと私は思ってるんで、で、まあ、というわけで、まあ、まあ、麹を買ってきたりします。で、まあ、できれば何かの外国語でもう一遍デュオリンゴがスーパーのうちに今日できればいいなと思っています。というわけでご視聴ありがとうございました。VTuber キマイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。